皆さんこんにちは、今日はウクライナを知ろうミリーチア民兵とは何かということでお話ししようと思います。でですね、今日はですね英語のウィキペディアにあるミリーチアかっこユークレインなウクライナっていう、まあ、ページがあるんですよね、まあ、そのページをもとに、お話しします。でそのページのうちですね、なんか階級とかね、あの車のデザインとか載ってるところはまあ関係ないので、それ以外のまあその意味がありそうな部分を、日本語に全て訳しました。それをまあ概要欄に貼っておきます。まあその内容についてはまあね、まあ読んでいただければいいんですけど、まあその内容をもとにねちょっとまあお話ししようと思います。でですね、このミリーチアについては日本語のウィキペディアはのページは今のところないんですよね。でまあ、ちょっとねウィキペディアで、まあ、ウクライナについていろいろねミンスク合意とかねいろいろ調べていると、ベルクト括弧ウクライナ警察括弧閉じるっていうページがあったんですよね。でまあそこに、次のように書かれておりました、ベルクト括弧ウクライナなんちゃらかんちゃら括弧閉じるは2014年まで存在していたウクライナ内務省管轄の民兵ミリーチア、ウクライナ語版ロシア語版英語版に対するリンクが貼ってありますに属する特殊部隊、だからミリーチアに属する特殊部隊がベルクトと言ったんですよね。まあここに登場するんですよね。でまあこのベルクトは2014年ウクライナ騒乱にてロシア寄りであったビクトル・ヤヌコービチ政権の下で新 EU であった反政府派市民ユーロマイダンの鎮圧に動員されたというふうに、まあここでね、まあ、ミリーチアっていうのが出てくるんですよね。で、まあ、ウクライナ語版、ロシア語版、英語版があるから、ね、ウクライナ語版が、まあ、一番、まあ、原版に近いんじゃないかなと思うんですけど、なんせ、わからないし、まあ、ロシア語もわからないので、まあ、英語版でね、日本語に訳しました。で、まあ、ウクライナ語ミリーチアっていうのを、まあ、Google 翻訳にかけると、単なる警察と出たんですよね。じゃその、ベルクトを、っていうのをね、Google 翻訳にかけたら、ベルクトと出ました。訳になってないやんっていうね。まあベルクトの説明のページに、部隊名はウクライナ語で犬ワシを意味する。だからベルクトっていう言葉は犬ワシっていう意味、だろうと思います。でまあここでまあね、先ほど来言ってる民兵ですよね。まあその民に警察の刑、民兵って全然聞いたことのない言葉ですよね。まあその、いやこれようわからん言葉だなと思って、広辞苑とね、それから大辞泉っていうね、あのまあ、辞書で調べたらどっちにもね民兵なんてそこのね言葉は載っておりませんでしたので、まあ仕方なくね Google 検索しました。でも2つね、なんかあんまりなんか根拠になりそうにないなんかのがヒットしました。1つはね、中国語で人民警察の略とあったんですね。ああなるほどなって、人民の民とね警察の刑でね、まあ民警で、まあ人民っていうとこついてるところがね、まあなんか共産主義っぽい響きがありますよね、人民主権だから。でもう一つはですね、アニメ関係の百科事典ピクシブ百科事典っていうのがなんかあって、そこにまあ説明があったんですよね。でまあどう書いてあるかというと、民間人を対象とした警察のこと、要するに普通の警察、あだから民間人を取り締まる警察だから民警、あなるほどなって。まあちょっと先を読むと、史実では主に旧ソ連構成国や東欧諸国の、共産主義時代の警察組織を指す。ただし東ドイツでは人民警察フォルクスポリツァイの呼称を使っていた。ちなみに対となる言葉で軍警というのがある。憲兵といえば分かりやすいだろうか。この他 KGB やシュタージなどの秘密警察も民兵の対と呼べる存在である。ピクシブではほとんどテレビアニメウサビッチに登場するキャラボリスとコプチェフのことを指す。ロシア語でミリツィアと表記するというか、日本語表記かロシア語表記かの違いなので実質重複タグであるというね。これまあアニメについてのね解説のところなんですけどね、まあ民間人を対象とする警察であり、軍警だから、まあ軍を取り締まるね軍警、憲兵とは異なるよ。でまあその、秘密に活動してるわけじゃない普通の警察だから、まあ秘密警察、ともまあちょっとね対義語みたいになり、まあ KGB とかとの対義語になるっていう、まあおそらくまあね
ちょっとソースとしてね、アニメの百科事典は弱いけど、まあおそらくそういうことなんだろうなとは思うんですね。まあというわけで、まあ民警とは人民警察の略、または民間人を対象とする警察という意味で、まあいずれにせよ共産主義国家におけるまあ警察のことを指している言葉じゃないかなと思います。それをまあウクライナ語でミリーチアとまあ呼ぶらしいんですね。でまあそのね、ウィキペディア、まあ日本語に翻訳した、まあ概要欄に貼っておきますけど、まあそれによると、1917年から2015年まで、まあ活動していたそうなんですよね。だから1917年ということは、ソ連が成立するのが1923年ぐらいだったと思うので、ソ連成立より前なんですよね。で、1917年はロシア革命が起こった年なんですよね。だからロシア革命起こった当時から、まあこのミリーチア、っていうのはあったっぽいですね。でまあそので、その活動、まあこれがなくなった2015年っていうのは、ロシアによるクリミア併合が2014年なんですよね。で、その当時、ソ連が崩壊して独立後のウクライナの第4代大統領のビクトル・ヤヌコービッチ、さっきも出てきましたよね、ロシア寄りのビクトル・ヤヌコービッチ大統領の、任期が、2010年2月25日から2014年2月22日なんですよね。で、この2014年のウクライナ騒乱、が、あったのが、2014年の2月18日から23日までの5日間なんですよね。で、まあ、その5日の最後の日の2月23日の前の日、2月22日で、まあ、ヤヌコービッチ大統領は、まあ、亡命したんですかね、ロシアに、まあ、追い出されたみたいなことになります。でですね、このウクライナ騒乱の10年ほど前に、まあ、民主化運動ですかね、重要なオレンジ革命っていうのがね、まああるらしいんですよね。ああ、そんなあったんだということで、こちらが2004年11月22日から2005年1月23日、2ヶ月ぐらいあったみたいですよね、年をまたいで。で、まあその時ですね、第2代大統領、クチマ大統領の時代であって、まあ、ヤヌコービッチも、まあ重要な役職を占めていたんだと思うんですね。だからまあ、そのオレンジ革命の対象は、クチマ・ヤヌコービッチ親ロ政権である。で、このオレンジ革命 を指導したのがユシチェンコという人とティモシェンコという、ね、まあ、方だそうなんですよね。でもこのオレンジ革命というのはなんかね、2004年、クチマの任期満了に伴い大統領選挙に野党から立候補したのがこの、まあ、ユシチェンコさんなんですよね。でところがまあ2004年5月、ユシチェンコは突然重病にかかり、美男子として鳴らしていた顔が闘争アバターですよね、だらけとなった。これはダイオキシン中毒によるものとされたが、真相は不明であった。ユシチェンコらは、対立陣営による血毒、まあ、毒を持ったっていう意味を主張したので、国民の同情は高まったとは、まあ、ウィキペディアにはあります。で、11月21日、与党の推す親ロ派のビクトル・ヤヌコービッチ首相との決選投票が行われた。で、この次の日から、オレンジ革命が11月22日から始まってるんですね。与党、ね、で、決選投票でヤヌコービッチ首相が勝利したという投票結果をめぐり、ウクライナを東西に二分する大混乱、オレンジ革命を引き起こし、この頃からも東西でね、なんかまあ対立し、まあ親ロ派の、東と、まあね、親 EU のまあ西みたいな、まあ対立があったみたいなんですよね。で、最高裁判所の裁定により再選挙を実施することになったとあります。で、12月26日に実施された再選挙では、ユシチェンコが 52.12%、ヤヌコービッチが 44.09% を得票し、ユシチェンコが当選した。ヤヌコービッチ陣営は不正があったとして最高裁に提訴したが、再び野党による政府施設の封鎖が起こり、12月30日には提訴が却下され、政権交代が確定した。そして、2005年1月23日、ウクライナ最高会議で宣誓を行って大統領へ就任し、オレンジ革命の盟友である、ユーリア・
ティモシェンコを首相に任命したということで、まあ、ユシチェンコ大統領、第3代ですよね。この方が、2005年1月23日から2010年2月、25日までの、在任となります。で、その2010年2月25日で、まあ、ユシチェンコ大統領が終わって、さっき見た、ヤヌコービッチ政権がこの日から始まって、まあ、2014年まで続いていた。これがまあ第4代ということになるということになります。まあ、こういうね、流れなんだなというので、まあ、全く知らなかったですよね。で、まあ、その、で、ミリーツィアはソ連時代からあったウクライナの警察なんですよね。で、まあ、その抑圧機関なんですよね。で、まあ、ソ連の治安機関について、まあ、とりわけ KGB などについては、このようにね、ジョージ・F・ケナンが、アメリカ外交50年で書いております。ソビエトの指導者たちが敵対勢力に対する保全のために作った抑圧機関は今やほとんどそれが奉仕すべき人々の主人に転化してしまったというふうにね、まあ、書かれているんですよね。まあまあそのやっぱねソビエトっていうのはねマルクス・レーニン主義というね理想のためにねを実現するためにね政権は活動してるんですけどそれをね陥れようとするね奴らがね、内外にいるからそれ に対してねこの真理を防がなきゃいけないということで、まあ、KGB とかね作ったらそれ本来ならねその人民のためにね活動するはずなのにその人民を抑圧するまあだから人民の主人に、ね、なってしまった。本来は人民が主人のはずなのにもうね人民がもう主人じゃだから抑圧機関が主人っていうふうに、まあ、本末転倒になってしまったっていうことを書いてるんですよね。まあ、この機関が、ソ連崩壊後のウクライナでも活動していたということになります。でその内務大臣っていうのがウクライナにあるんですけどソ連崩壊後の内務大臣はミリーツィアの将校が大統領から任命されて内務大臣になるというなんかねそういうシステムみたいなんですよね。でまあそれがまあソ連時代からずっと続いててまあ独立後ねまあ変化があったということになります。で、ソ連時代ですね、KGB のもう手先となっていたというふうにね、書かれております。で、まあ、どんな活動をしていたかというと、ウクライナの反体制派に対する非政治的犯罪の捏造の実施。だからまあ、犯罪をでっち上げてね、まあ、逮捕して投獄するってね、もう最近もなんか似たようなこと聞いた、なんかね、ロシアのね、反体制派の誰かがなんか、詐欺罪かななんかで、なんかね、禁錮7年かなんかに、なったみたいなね、まあ、なんか似たような話をね、最近も聞きましたよね。で、ソビエトの支配に対する大衆の抗議活動への対策もね、デモとかあったら弾圧する。まあ最近もね、要は、テレビで見ましたよね。で、プロスピカ体制、住民登録制度の維持。まあ、これはよくわかりません。で、民族関連の抑圧と制限への参加。だから、まあ、その、ウクライナ人であるというね、まあ、ウクライナ民族としての活動を、まあ、抑圧し、制限していたというらしいんですよね。まあ、その、で、あとは、宗教への迫害の支援などが載っておりました。もちろんね、マルクス・レーニン主義は、まあ、無神論なので、宗教なんてとんでもないみたいなね、いうような感じになります。でまあ、あとは文化活動の制限とかも載っていたと思います。というわけでまあねその今見た通り、民族関連の抑圧ということでまあね確かにまあウクライナ民族としてね俺はねウクライナ民族なんだっていうねなんでロシア人なんかにね支配されてるんだみたいなねそういう意識を持つとまあ民族意識を持つとね独立しようとかねまあそういう方向に行くからまあそういうならないようにねまあ抑圧していたのだと思います。まあ、おそらくこのウクライナ独立後の親ロ派政権もまあ同じ方向性でまあその民族的なその意識とかを抑圧しようとしたのではないかと思うんですよね。でもこの民族主義っていうのをおそらくとまあプーチン大統領がウクライナのネオナチと呼んでいるまあ存在はまあ似たような意味を持っていると思うんですよね。でウィキペディアによるとミリーツィアは反体制派のジャーナリストの殺害をしたとされているんですよね。
でなんかねその反体制派のジャーナリストが、まあ、行方不明になってで首を切られてね遺体でなんかどっかで見つかったということでまた、非常に残忍なことを、まあ、ミリツィアがやったとされているんですよね。で、まあ、さっき、読んだ、ユシチェンコ、2代、3代大統領ユシケンチェンコ大統領は選挙の際に、まあね、突然重病になって、まあ、すごいね顔がボコボコになったってね、まあ、これもなんかあの、リトビネンコにがその、ね、放射性ポロニウムを盛られたのとなんか、話が似ているなというふうに思うんですよね。で、まあ、リトビネンコの後にもなんかイギリスに亡命した、まあ、元スパイか何かがその、ね、の親子がね、娘と一緒に、なんか毒ガスみたいなのかけられて、まあ、重病になったっていう事件もありました。だからまあそのソ連時代から続くで、まあ、プーチン大統領へと続いているなんかねその国で起こる国その国やその国関係で起こることと、まあ、非常に似ているので、まあ、ひょっとしたらまあロシアのね影響プーチン大統領の影響力はこんなところにも及んでいたのではないかというね、まあ、このジャーナリストの殺害とか、まあ、ユシチェンコのね、まあ、毒を盛られたっぽいなんかね、まあ、真相は不明なんですけどねそういう出来事も、まあ、プーチン大統領の影響である可能性もね、思い起こされるところになります。というわけで、2014年のウクライナ騒乱まではのヤヌコービチ政権はソ連 KGB の統治に近い恐怖政治だったのではないかというふうに私は思うんですよね。まあそのどんな体制でもですね、反体制派はまあ抑圧的な対応をされるんですよね。共産主義国家ではもう民主主義勢力はまあ反体制派なのでね抑圧されるんですよね。しかしソ連とかねまあウクライナの抑圧は共産主義体制特有の残忍性があったのではないかというふうに思います。まあ、秘密性と残虐性、冷酷性ですよね。で、まあ、それが、まあ、拷問とか腐敗とかにつながったのではないかと思います。で、まあ、このウィキペディアのページを、まあね、あらかた翻訳した感想は、まあ、ソ連が崩壊したからといって、ウクライナからソ連的なものが、その時にパッと消えたわけではないんだなっていうのがよくわかりました。で、まあ、その、まあ、ソ連でも、まあ、そのソ連体制からね利益を受けている人はいたんですよね。で、まあ、その、まあ、社会主義ということで、まあ、その手厚い保障とかもあったんだろうと思うんですよね。だから、まあ、そういうのが良かったなっていう思う人もいると思うんですよね。まあ、だから、まあ、ソ連時代に帰りたいという人々も、まあ、いるのは事実だろうと思います。で、まあ、そこに来てね、まあ、市場、まあ、自由市場というのがね出てきて、まあ、慣れないところに放り出されて、まあね、まあ不安定な生活が不安定になったり、まあ、孤独を感じたりしたら、まあ、よりねソ連に帰りたいみたいな意識を持つ人がいると思います。で、まあ、そのウクライナっていうのはソ連の中で、まあ、ヨーロッパに近い位置にあるんですね。だからそのソ連的な風土気質があると思うんですね。で、またヨーロッパ的な風土気質も、まあね、旧ソ連の中では、まあ、かなり大きく持ってると思うんですよね。まあ、その2つが混じり合ってるのではないかというふうに思います。まあ、その、最初取り上げた通り、ミリツィアの中に、まあ、ベルクトというのがあったんですよね。で、そのベルクトの紋章が、YouTube じゃなかった、あの、ウィキペディアに載ってたんですけど、ワシのね、マークをワッペンにしてたみたいなんですよね。で、まあ、この部隊名がそのウクライナ語でイノワシを意味するという解説もありました。で、ロシア連邦の国章は相当のワシなんですよね。2つの頭を持ってるワシっていうことで、これは、ロシア帝国の国章紋章に由来するそうです。まあ、こんなところに、だからそういうミリツィアの中にあったベルクトの紋章がワシだったっていうところも、やっぱりその2014年か、まあ、2015年頃までは、親ロシア的組織がまあ続いていたっていう、まあ、そういうで、まあ、ソ連時代の延長のような、まあ抑圧政治が行われていたのではないかというふうに、まあ、私は考えます。でですね、まあ、先日ですね私は、そのゼレンスキー大統領の国会演説の翌日あたりに、多分、翌日ぐらいだと思うんですけど、3月25日公開の、西田昌司チャンネルで、まあ、次のような、ね発言動画があったんですね。タイトルが、マスコミ世論に乗るなかれ、ウクライナ大統領ゼレンスキーの
国会演説から見える黒幕の正体、西田昌司ビデオレター、令和4年3月25日というね、まあこういうタイトルの、動画がありまして、その、1分、開始から1分11秒のところで、そもそもウクライナとロシアとのこの問題、一体どれだけの方が事実をご存知なんですかね、というふうにね、発言されるんですよね。でまあ、それからまたしばらく聞くと、5分12秒のところで、その後2014年にいわゆる時の政権が突如ですね、ある意味で言いますと軍事クーデターというような形で追い出されて反ロ政権、反ロシア政権が出来上がっている、まあそこからこの今日の事態が続いてくるわけですけれども、うんぬんかんぬん中にね、まあ喋ってらっしゃるんですよね。でまあ、この2014年の、ウクライナ騒乱を、まあ、ある意味での、ある意味で言うと軍事クーデターであるというふうにね、のような形であるというふうにおっしゃってるんですよね。果たしてそうなのかというのを私はちょっと疑問に感じたんですよね。でまあ、この、ミリーツィアについての、まあ、ウィキペディアなんで、まあ、情報源としては弱いんですけど、まあ、一通りの解説を読むと、まあ、軍事クーデターというよりはソ連時代から続いていた抑圧機関を主な手段とする、まあ、抑圧的な、政治に対する一般市民の抗議活動と見た方が自然なのではないかというふうに、まあ、私は今のところ、考えております。というわけで、ご視聴ありがとうございました。